こんにちは、谷さんです。谷さんは体力なし、お金なし、時間なし、勇気なし、何も持っていない人です。僕にできることは大体誰でもできます。はい、そんなチャンネルです。よし、今日のマウンテンバイクなんですけど、今日はキャニオンのニューロンですね。こんにちは。はい、ということで、グラベルロードに来てます。ちょっと何のあれも今日話すことも決めてないんですけど、まあとりあえず山の景色でも見ながらだらだらずっと登りですけど登っていきたいと思います。ではスタート。木寄ってるわ。木今サスペンションをオフにしてるんで、両方だから、まあ登りはまあまだ力がその逃げずに登れるかなと思ってやってます。はあ、癒されるな。普通にいい天気が続いてるから。はあ、このマウンテンバイクの、まあ、グラベルロードもいいんですけど、こういう舗装路って言いますか、まあ、これが多分自然の道なんでしょうね、ほんまの。まあ、アスファルトはね人工的に作られてて、まあ、とても素晴らしい道なんですけど、こういうところを走るのもこう本能っていうか、なんていうかな、アスファルトを走るってここ50年ぐらいと思うんですよね。まあ昔から先祖代々みんなこういう道を歩いてたんでしょうね。走ったり、まあ、こんなとこばっかりやったんでしょう。雨の日みんなびしゃびしゃやったでしょうね、水たまりとかでね。そのアスファルトができるまで、いや、ウグイスも鳴いてていいね。ちょっとクマスズがうるさかったらごめんなさいけど、一応山の中なんでどんな獣がいるかわかりませんからね。まあライオンとかサイとか、ワニ、そしてゾウ、キリン、サル、動物園、ごめんなさい。まあ大体日本の山にいるのは、まあ、本州ですとツキノワグマが一番やばいですね。やばい、やばいっていうのはもう やばいです。語彙力があれですけど、まあ、絶対ダメですよ。今から言うことを検索したら、Google でクマ、ケガって調べると、一番トップにクマ外傷4例っていうのが出てくるんですけど、それ見てもらったら一応クマの、恐ろしさっていうのが分かると思います。あの絶対調べたらダメですよ。絶対に Google でクマ、ケガって調べたらダメですよ。絶対ダメですよ。本当に危ないんで。ふう、まあ、クマもね臆病らしいんですけど、いやーなんかスイッチ入った時怖いし、まあ、対策はいりますね。一応このクマスズ、カナダとかグリズリーっていう、あのヒグマスかね、まあ、グリズリーっていうあれがおるんですけど、やばいやつが、いやあっちの方のマウンテンバイカーは何やろうな、あのクマ鈴とかではなく、もうクマのスプレー、撃退スプレーを持ってるみたいですね、どうやら。なんかすごい唐辛子みたいな、すごい辛いやつらしいですけど、こう風向きによっては自分にかかるから要注意らしいですね。まあ、日本はツキノワグマですね、その本州はね。北海道とかヒグマなんでね、北海道を走る勇気はないな俺。怖い怖い。あとはイノシシですか。イノシシは、突進してきますよね。なんかいつか忘れましたけど、ヒルクライムのレース、ロードバイクのレース中に、選手に
イノシシが突進しましたね。日本の話ですよ、日本。舗装路で、人がもう何百人と走ってんのに、こう、ロードバイクの先週に突っ込んでいくってね。で、落車されてましたね、やっぱね。そら、フレームも割れたっていう風に、なんか、出てましたけど、本当にお気の毒ですね。まあ、そんな、レース中の何百人が走ってる中を来るぐらいなんで、今、僕この山の中一人で走ってる状態は、もう、まあ危ないですね、普通に。まあだからこそ、熊鈴つけて、ここにいるぜっていうね、アピールしとかんとね。あと、あれですね、山入るときに、そこの山が、熊がいるかどうか調べといた方がいいですね。一応、九州なんかは、もう熊、絶滅してるみたいですね。かわいそうなのか、かわいそうなのと、羨ましいなっていう気持ちが、こう混じりますわ、正直。去年の10月もファンキーという友人と、とある山の林道を走るときに、200メーター先に、まあ、クマがいて、めっちゃビビったんですけど、うわもう虫で、やっぱ逃げていきましたね、さすがに。それから10分ぐらいそこで喋ってたんですね、その入り口で。聞こえてたんちゃうんかなと思いますけどね。トコトコトコって出てきて、こっち見てずっとで、あっクマやってなって、こっちがで後ずさりしようとか言ってる時に、またさっと横に逃げていきましたね。まあ運ですね、運。まあ対策しとけば、まあまだリスクは数パーセント減ればいいでしょうということで、なんかせっかく山の景色を楽しんでるのに怖い話をしてしまいましたね。めっちゃ気持ちいい。イノシシ対策も一応言っとくと、なんかイノシシとか光とか音とか、そういう系にはビビらないですね。で、イノシシが驚くのはこう壁。例えば実験であったのが、光を当てる。で、それ逃げない。もう突進してくる。で、何や、あと、音か。威嚇。わーとか、わーとか、大きいクラクション。も意味がないと。一番は、遮蔽物を目の前に置くことだそうです。まあ傘とかバーって開けると目の前に急にこう出てくるわけですよ。イノシシはそういうのに弱いみたいです。傘と、あと YouTube でなんかスノーボード乗ってる人が、ちょうど雪山でイノシシに襲われてる動画が上がってたんですけど、もううわーみたいな、2本ですよ。で、その時にそのスノーボーダーがやってた行動は、スノーボード板があるじゃないですか、こうこれをイノシシにこう向けてましたね、常にイノシシのこう視界を遮るように。それでイノシシ逃げていきましたね。なんか本能で壁のようなものにやっぱ突進しないんでしょうかね。だからマウンテンバイク乗りやったら、イノシシ出てきたら、どうしたらいいやろ。降りてマウンテンバイクをこう壁にするみたいな感じですかね。それしか思いつかんな。傘とか持ってないしね、難しい。まあそうするしかないか。でもね、マウンテンバイクをこう縦にするみたいな。突進されても、まあマウンテンバイクがぶっ潰れるだけで、
自分はまだ防げるかもしれないですね。あとは鹿ですね。鹿はまあ可愛らしいしあれなんですけど、ほんまに一回だけ僕ロードバイクで走ってる時に横からあの鹿がボーン出てきたんですけど、あの普通の可愛いあの鹿じゃなくてガチガチの角生えたオスやったんですよね。あれはもうマジでビビりましたからね。もう対策しようがないです。10月ぐらいが、鹿盛りらしいんで、結構攻撃的らしいんで、まあ、頭の片隅にでも置いといてもらった方が、まあ熊鈴っすね。やっぱここにいますぜって言って、動物も人間と会いたくないと思うんで、まあ音でね知らせといたらまあ逃げていくでしょう。でできるだけ高音の音が高い熊鈴がいいそうですね。結構、その周波数的に聞こえやすいみたいです。低い音よりは。さあここまでなんか危ない話ばっかりしてきましたけど、景色を楽しもうか。ずっと登りやねんな。舗装路あったり、グラベルあったり。グラベルって砂利っていう意味らしいですね、調べたら。あ、太陽が隠れたら暗いね。何何カラス喧嘩してんの。まあ MTB の登りは本当遅い、まあ、俺が遅いだけかもしれないですけど、けどなんか好きなんですよね、このマウンテンで登るの。ゆっくりですけど、気持ちよ。誰も会わへんな。じゃあこの辺で、なんかあれですね、なんかすげえネガティブな話しかしてないですね。まあでも事実なんで、はい、あの初心者の方とか、まあ、僕も初心者なんですけど、なんか参考に、まあ記憶の片隅にあれば、知ってると知ってないでは少しは違うかなと思ったりもします。はい、じゃあ皆さん快適なマウンテンバイクライフを。さようなら。